ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧のあなたありがとうございます。海外でご覧のあなたありがとうございます。そして5年後、10年後、50年後、100年後ご覧のあなたありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会長谷川隆です。本日は後期2680年西暦2020年令和2年9月14日月曜日です。本日先ほど菅官房長官が自由民主党総裁に選任されました。明日あさって水曜日には内閣総理大臣に就任する模様です。後期2680年、この後期という元号は日本の初代天皇神武天皇が即位された年を元年としております。ここは東京新宿駅南口です。目の前の甲州街道を挟んで目の前にバスターミナルバスタ新宿があります。ただいま午後6時15分少し前です。気温は25度です。こんばんは。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口で街頭で訴え続けております長谷川隆です。政治団体君の会長谷川隆です。今日テレビ新聞報道機関マスコミの露骨な偏向報道印象操作異なった意見がある場合は両論兵器が原則にもかかわらずあえて日本を貶める反日に偏った反日の報道が繰り返されております。さらには重大事件にもかかわらずあえて報道しないことも多々あります。この報道に日本の危機を感じここ東京新宿駅南口で街頭で言論の自由と報道の公正を訴え続けております。皆さんもぜひここで街頭でスピーチしませんか。一言でも二言でも結構です。自由に社会や政治に疑問や意見を投げかけてはいかがでしょうか。ここでお断りしているのは皇室批判と日本政府転覆いわゆるね武力による日本政府転覆これはお断りしております。その他は自由に社会や政治に疑問や意見を投げかけてはいかがでしょうか。言論の自由と報道の公正これによってのみ私たち国民の選挙による議会制民主主義を守ることができるのです。ぜひ皆さんここで街頭でスピーチしましょう。一言でも二言でも結構です。ぜひご参加ください。